はい、ダービースタリオン3実況を始めていきたいと思います。今回はね、魔女クメグちゃんの牝馬3冠最終戦エリザベス女王杯ですね。緊張します。正直緊張してます無理ね、出走までね、行けたらいいんですけど、どうでしょうかね。なかなか調整がね難しいですよ、調教の。厩舎立冬ですね、立冬に入厩してると。だから輸送はないんですよね、京都競馬場なんで。エリザベス女王杯はね、ということで今何週、6月2週か、どうしましょうかね。まずはお蝶夫人のデビュー戦とかのが先にありますかね。マルコメグちゃんは夏場もう一回出してもいいんだけど、無理しない方がいいですからね。3冠かかってますからね、ちゃんと休養を取って秋に備えないといけないかもしれません。骨折だけはね、故障だけは避けないと。このお蝶夫人は確かベスト体重が444キロでしたよね。444っていうのはね、ちょっとね、縁起が悪いっていうか、44はね、幸せの数字で、元阪神タイガースのね、最強助っ人バーさんの背番号ですから、44っていう数字はすごい好きなんですけど、444っていうのはね44やったら幸せですからね。6月4週、7月1週で、まだ、ラジタンあたり出ましょうかね、ちょっとね、ラジタン。7月3週でしたっけ。今週は桜花賞ですよね、関西地方、宝塚はね、もう桜散ってるところがほとんどですね。まあ、JRA のね、競馬場の桜っていうのはね、持たせるように工夫してるらしいんで、おそらくね、残ってると思うんですけど、どうですかね、この周辺はね、もう桜散ってますね、葉桜になってます。ちょっといっぱい調教したいですよね、これ。いっぱい調教、気象が心配なんで。さすがに 2400m でね、入れ込んでたらさすがにスタミナ持ちませんよ。それだけは避けたい、入れ込みだけは避けたい。このお蝶夫人もね、期待できますから。牝馬3冠取ったらこのまま来年牡馬3冠狙いましょうね。体重軽いな。出さなくてもいいかな。ちょっといっぱい調教を繰り返して気象をね、安定させましょうかね。そして休養と。9月1週ぐらいがね、復帰させたら一番ちょうどいいと思うんで、8月1週になったら放牧ですかね。絶好調やな。まずは出したいところやね、このお蝶夫人を。出しましょうか、牝馬戦 1000m。 マートバさんでいきましょう。ちょっと馬体重がちょっと、まあ442ならいいでしょう。おそらく初戦はね、勝ってくれると思うんですけど、フルコメ出たんでね。まあ来るでしょう、牝馬戦線ならね。牝馬戦線っていうか、一番人気入れ込んでる入れ込んでるけどバッチシやね、グリグリ先行でいきましょう。
この前も気象問題あんのかな、ひょっとしたらね。まあ、大花賞何変えましょうかね。案外ね、固めで決まりそうな気配漂ってますよね。まあ、大花賞出たらいつも本命寄りなのかな。昔の旧コースの分なんかはね、結構荒れたりしたんですけど、直線長いコースになってやっぱりね、実力が出ますよね、大花賞は。大丈夫かこれ。1000m ならバテないと、入れ込んでてもね。まあ、楽勝ですけど、スピード物足りないな、ちょっとね。普通の馬だな、これは。普通の馬だ。取り立てて強さは感じない。新馬戦ではね。まあ、これからの成長に期待です。骨折だけはするなよ。これで休養ですね。ちょっとこれぐらいでいいかな。ちょっとがれてるけど、まあいっか。放牧。ちょっと緊張してきたな。三冠戦ですからね。張夫人も朝日杯は出れないんでね、当時は。まあ三歳戦では阪神牝馬三歳ステークス行くしかないですよね。大花賞は何変えましょうかね。ルージュバックですかね、やっぱり一番人気は。他にもね、前哨の馬いますよね、関東馬で。ただどれもね、馬体的に見たらまだ成長途上っていう感じがするんですよね。9月1周忘れたらいかんよ。魔女クメグちゃん入球いい感じやね、体重的にも。エリザベス女王杯はいつかな。11月2週かな。11月に2週ですね。 2400m のこれで、この当時はね、コバは出れないんですよ。4歳牝馬のレースですからね。これが3冠目になるんですよ、エリザベス女王杯がね。放牧出そうかな。まずはダート合わせ強め。前哨戦はだからローズステークスですかね。いきなり上がっちゃったの、ちょっといきなり上がっちゃった。おいおい、マジでこれやばいな。それは誤算、いきなり上がるっていうのは。あい、マジでちょっと待てよ、これ信じられへんこんなんあり、出すしかないですよね。ちょっと出した方がいいかな。ちょっとどうしようかな、これ出れないってことないよね。軽めでちょっと不安だな、これ。2周で、3周で絶好調ってそれないよ。あ、入れ込んでなかったね。ここはグリグリでしょう。ちょっと太めやけど、ちょっと先が心配だな、これ。胃が痛くなるよここは勝つでしょう。問題は状態をね、11月2週までキープできるかどうかですよね。大丈夫かな。ぶっつけ本番のは良かったかな、ひょっとしたら。ちょっと誤算だな。9月1週復帰っていうのは早すぎたのかな。
ここは勝つでしょう、確証ですよ。一打マジックメグ、また3円3球かしぶとい、よし、ここは勝ちますよ、強いね。状態さえまともならエリザベス確証だよね、これぶっちぎったや、前哨戦あーレコールタイム1分58秒6、サファイアステークスか、胃が痛くなる。11月2週ですからね。どうしよう、ここで待てよ、これね放牧出した方がいいかも、賭けですけどね。11月1週に復帰させて2戦で状態が良くなるか分からないですけど、それに賭けましょう、賭けます、それに絶対落ちると思う、これこのまま生かしたら。一旦ね放牧出します、はい、賭けですよこれ、ほんと調整ミスってるんで、これでね牧場こうするしかないと思う。体重は増えてるんで調教はねいっぱいできるんで、これがどう出るか、回復するか、初回復、よしよし、 OKOK、 これでいい、これでいい、よしよしよし、もう一回故障はするなよ、よし OK、 なんとかこれでいける、三冠です、牝馬三冠です、滝さん、よし、ちょっと忘れてるけどね、あの馬もう一頭の馬お蝶夫人忘れてるけど、ねたどり着きました、ようやく賭けが成功したなこの馬ね復帰させたらすぐね調子が上がってくる馬なんですね、おそらく。さあ行きましょう、エリザベス女王杯状態ですね、入れ込んでたらやばいよ、あ、よしよし、オッケー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 、グリグリ、これで不利ないように乗ってくれたらもう勝てる、三冠取れる、牝馬三冠取れるよ、滝さん、滝さん頼む、出遅れるなよ、およしよしよしナースフライトもおるんか、ちょっとかかってるんちゃうの、滝さん、滝さんかかってるよ、ちょっとどこまで行くのこれ、ちょっと心配だなこの展開予想外の展開、逃げてるし、まあ、ナースフライトは怖いですかね。あとはねもう春に任せてきた馬ばっかりなんで、緊張するな、直線持つか、入れ込んでなかったんでね大丈夫だと思います。ノースフライトが怖い、まあ、ノースフライト 2400m 持たないかなというところがあるんで、さあこれ何やあの馬、車台神楽マジで、さてよし頑張れ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 、よしやったぜやったぜ、やりました、
やりました三冠、今三冠取りました。魔女クメグちゃんおめでとう。最後は実力の差やね。もう15分も経ってんの、全然ねえ、ほんと集中してたな。あっという間だったな、これすごい緊張した。やりました牝馬三冠。これね、この馬の子供からね、牡馬三冠の馬を出したいですね。賞金も稼いでくれて11億貯まりましたよ。ちょっとね、牧場行って垂れ幕じゃないか、見てみましょうか。展示室かなり取りましたよ。阪神三歳牝馬ステークス、桜花賞、オークス、エリザベス上杯、天皇賞秋、スプリンターズステークス2回、ジャパンカップ有馬記念、あとだから1,2,3,4,5,6,7,8 レース、半分以上取ったんですかね、もう。うん、というわけで、まあ、クリアも近づいてるでしょう。うん、よくやった魔女メグちゃん。というわけで今回ここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。